鏡の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前の。はい、どうも、日刊マインクラフトの時間です。はい、今回もやっていきましょう。私が FB37 です。デッテユキくん、マークさん、タロマットです。ヨヨです。では、シャカリキとやっていきましょう。これだろう、意外と早いな。ヘビーウェポンのこの中のやつか。意外と物音もせず動いてる。ね、音しなかったんで、ちょっとびっくりだわ。めっちゃサイレントだ。これをつけられるのかな？おお、そうだそうだ、やっぱり。攻撃来た？いや、まあ攻撃はしてないけど、そうだ、やっぱり。武器をつけた。おう。ああ。武器つけないと何もできないんだな、逆に。うん。このアップグレードパーツっぽいのもなんかあるんだよな。すげえ、奥深いんだな。みんなで充電して全然電力ないのに電気使いすぎなんだよ。エンジンも作ったから、お前らもあとは染料で好きな色作っちまえ。 OK。 アロマ何色作ったの？白だね。じゃあみんな色分けようぜ。じゃあ俺黄色作るわ。じゃあ俺緑でいいや。じゃあキックン黒で。緑サボテンがあればいいんだっけか。サボテンは手に入れてきてるような気がしたな。なんか緑も入ってるな。え、多分入った。サボテン一時期めっちゃゲットしたよ。何このメタ、なんか鳥がいるけど何これ。ああ、なんかさっき入れたモッドのパーツっぽい。何にもできない、そいつ単体じゃ。あ、そうなんだ。せっかくそれでキラごっこができると思ってたのに。キラごっこができると思ってたのに。キラごっこ。キラ大和できると思ったのに。守りたい世界ある。やった。ちなみにこれ何で動くの？これも石炭？何？このロボット。ああ。このガソリン缶で動くよ。おっしゃ。設置するとき、周りに、お、なんだなんかバーってたぞ。おー、撃ってる撃ってる撃ってる。見たい。でも音しかしねえな。おー。あ、撃ってる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 。撃ってるねー。撃ってるねー。当てれねえぞ、こんなの。あ、ロボット2体目来た。うわぁ、かっこいいわ、割と。3体目も、こっちに作ったぞ。あれ？グイどうやって開くんだっけ？R。OK。うわ、めっちゃ確かにつけるところあるな。燃料はここに入れないのか？あ、そうだ。おぉ、動いた、動いた。ロボパーツをちょっと確認しとこう。すげえ。これはいいね。最後この家を舞台に。家小さいな。そう。こう見るとちっちゃいな。よし、ロボはできたから着々と準備は進んでるな。あとはじゃあサバゲー1回ぐらいテストプレイしとこっか。そうだね。軽くやっちまおうぜ。オッケー。装備はどうしよう。ある程度硬くねえとな。ダイヤ？ダイヤ装備にしてみる。割とすぐ倒せた方が楽しいけどね。そもそもだってドロップするからな、装備も。そうだね。じゃあ、ってことは、裸で、裸にする？裸で行ってみようか。いいと思うよ。オッケー。まあ、テストプレイだったら別に。そうだね。まあ、武器今入ってるので、とりあえずいいんじゃない？適当に。よし、じゃあ、一回テストプレイしてみよう、簡単に。じゃあ、俺右奥からスタートしまーす。
じゃあ俺左奥。じゃあここでいいよ、右。ちょっとワクワクしてきたぞ。よし、じゃあジェットパック外せよ。位置についたか。ついた。よし、待つぜ。私待つわ。よし、ついたか。よし、準備できたか。よし、では第1回テストプレイ。OK。では、スタートの合図をキックお願いします。いきます。レディーゴー！よっしゃ！おぉ、ちょっと緊張するぞ。そうだね、ちょっと緊張するね。あー、ちくしょう。キックいった。パンパン言ってる、どっかで。やばい、ゲアロマが来た。よし、後ろに回ったぞ、どこ行った。あいつやべえ、一撃必殺の武器持ってるぞ。あー、エオヨが攻めてきた。逃げろ。いてぇスナイパー強すぎだろ。一瞬でやられたぞ。わあ、やった。やったー。あれ今アロマもしかして。今アロマ。違う、俺だよ。いや、アロマでしたー。あ、アロマがやったの。さすがにだって、あの銃じゃ即死しないしな。あいつどうせ卑怯な位置から攻撃してきてんだろ。あいつ多分いた高い位置にと。いやー強すぎる、あいつ。お前ずるいぞ、上から。あ、上にいた、あいつ。なるほど、お立ち台からいたのか。やばい、これ面白い。だスナイパーは、強アイテムとしてどっかの宝箱に入れておくとか、そういう処置が必要だな。ただこれ、死んだ時にアイテムがなくなるから、所定の位置に、リスポーンしても、丸腰スタートになっちゃうんだよな。だから、その最初に宝箱に5つぐらい装備のセットを入れておいて、うん。まあ、もう本当に、ライフ5回制とかにすればいいんだよ。そうだね。いてたた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 たそっか、倒した人は相手の装備を拾えるんだよな。ああ、まあ、そういうこともあるね。めっちゃアイテム拾った。ああ、ベッドとかも置いてないからな、まだ。そうそう、ね。まあ、テストプレイだから。こいつ素手は違うだろうがよ。素手は違うだろうがよ。殴りやった。やべえんだ。あなんでマガジンしか持ってねえんだよ、クソが。あいつの一撃強すぎる。マジ恐怖症。さあ、どうだ、どうだ、バニーホップだぞ。俺に当てれるかな。ふい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 、いてこれ一撃で半分減る。クソ、デザートエングルチョーズ、よしよし、バニーホップだ。バニーホップで近づけ。おら、待て待て、チクショー、あいつ距離を取りやがったら。危ない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 。よし、避けてる避けてる、俺避けてるぞ。やばい、死ぬ。よっしゃー、よっしゃ、バニーホップで倒したぞ。伝統の。そして俺が拾った。マガジン縦殴り、縦殴り、はい、この状態で俺、お前の弾を無駄遣いさせてやるぞ。なるほどね。そしてマガジンにマガジンで、マガジン、おら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 。あマジスナイパー強え。やべえ、俺強いわ。ギリギリもうあと HP 半分しか残ってない。なるほど、これ。
なんでマガジンしか落ちてねえんだよ。イエーイエー伝説の松明アタック松明アタック、なんかなんか来たなんか来たなんかなんか乱入してきたぞ。なんだあれさ、バチガイのやつが乱入してきたぞ。燃えてる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 、もうやばい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 、あいつ何しに来たんだ。っていうかあいつ燃えるんだ、あいつ燃えるんだ。微妙に耐久力が下がった。耐久力どうやってやる直せんだろうね。しかも降りたらダメージから高すぎて。オッケーオッケー、だいぶ分かった。いや、これはなかなかいいゲームないっすよ。なんかアロマが殴ってきた。俺は何を持ってるんだ、松明しか持ってるんだ。ほら、松明やれよ、ほら。ボーナスゲーム。やった、松明だ。当たんね。よーい。いや、これはいいゲームになりそうだね。な、これもよく言うならもうさ、一フロアぐらいあってもいいよね、ほんとな。そうだね。でもさすがにもう一フロア作るのは大変だな。地下だったらまだいけそうな気もするけど。立体にしちゃう？立体にする。多分ね、地下で、下に3、4マス掘るぐらいだったら簡単にできると思うんだよね。エクスプローシブ使えば簡単だ。いや、それは無理だろ。地上にも持ち。ものすごい被害、非常に被害ができる。じゃあちょっと次地下頑張って作ってみましょうか。そうね、少し全面とは言わずにでも少しぐらいあるだけで若干ね、うん、楽しくなるかもしれない。入れるトンネルみたいなの作るんじゃない。そうだね。